薬王にし、お笑い。おいおい、何やってんだよ。終盤1点リードの番とは問題ないよ。ああ決まったな。高校野球ならありそうな守備。大西も大西に収束してきたな。大西も後半戦からちょっとおかしいわ。バントと太田をスタメンで使ってるのが原因なんで、首脳陣の責任ですね。まあしょうがない。バカか、嫁をそらすの早いよ。高津は終盤逆転野球は苦手だから、ここでもう1点取れればベースボールをやらかさない限りはほぼ横浜の勝ちだ。大西、落ち穂拾いは得意なはずなのにな。大西もさっぱりだな。1ヶ月も連勝してないとかいつぞやのヤクルトかな。ゲッツなくなりました。は、もう見る気なくすな。高津さ、お前が作ったチームの最終型がこれだぞ。大西は何？私生活で何かあったのか疑うレビューでひどい。キャッチングはやっぱり中村が頭2つ以上抜けてるんだよな。オールスターから比例な大西。なんだこのチーム、今年弱くね？オースティンにブラスラ食らわずに済んだ。ちゃんと守っていればただの西一塁なんだよな。本当バカバカしい。まあ中継ぎは誰使っても変わらんし、どうでもいいわ W。ご視聴ありがとうございました。